ブラックキャッツの鉄道技術昔話第46回。本日は交流電化の話をさせていただきます。最初に交流電化の幕開けということで、商用周波数による交流電化の成功。国鉄では昭和28年、1953年に交流電化調査委員会が長崎総之助総裁のもと設立され、研究が続けられました。昭和29年度には静的試験が行われ、翌30年度には列車本数が少なく、一部に直流電化区間、作並から山寺との接続試験ができるとして、仙台線の北仙台から作並間を試験線区として交流電化を行い、1957年9月5日から仙台作並間で営業運転を開始したそうです。この区間ですね、まあ、こういう感じで、ここの、緑色で結んだ線、こちらが初めてね、交流電化になった区間です。交流電化のメリット。交流電化のメリットは以下のようなものがあるとされていました。高電圧で送ることで、熱損失などの送電ロスが少なく、架線を直流電化と比べれば細くできる上、起電線も不要となる。電動機制御は変圧器で任意に選べるので、モーターの効率は良い。蒸気に関連して空転を制御しやすくなるので、結果的に粘着が容易になる。といったメリットがある反面、後述する整流機式を採用したため、機関車に直接変電所を設置したようなものとなり、不景だではないかという意見もありました。なお、交流電化に関してはフランスの事例を参考にしていますが、フランスの方式の模倣ではなく、独自路線による開発でした。これは当初フランスからの試作機関車を導入しようとした際、本格的な電化時にも大量の機関車購入が条件だったことで、国鉄側が難色を示し、結果的にメーカーと国鉄技術陣による開発となったからです。交流電化の問題点。国鉄として交流電化は、それまでの従来の直流方式と比べて、変電所の数を減らせることなどから、工事費が大幅に安くなるとして、亜寒線と呼ばれる地方線区であっても、電化のメリットが十分得られるとしていました。反面、交流電化の場合は、汽船、レールを通じて電流を変える際に、地中などに埋め込まれている通信線などに誘導電流が流れることによる通信障害が発生するため、その対策が必要でした。こういう写真、ちょっとイラストをね、描かせてもらってるんですけども、交流電化の場合、電圧が高いこともあり、外部に誘導電流が逃げやすく、その対策を行う必要がありましたということで、これね、直流機関車じゃないかというツッコミはあるかと思うんですけども、その辺はね、ちょっと多めに見てやってください。そもそも誘導電流って何っていうことでね、お話をさせていただこうと思うんですけども、ざっくりといえばですね、送電線に流れる電流により、他の送電線や通信回線にその電流が流れて、人に危害を与えたり、ね、通信障害を引き起こしたりする現象であり、地中に埋めた水道管等を腐食させたり、通信障害を与える、これを避けるためにですね、レールに流れる電流を強制的に回収する装置が必要であり、吸い上げ変圧器と呼ばれる装置が設けられていました。こういう装置ですね。だからレールから無理やりこうね、電流を吸い上げてしまうというね、そういう装置です。そもそも汽船電流とは何っていうことでね、お話をさせていただこうと思いますが、汽船電流というのはモーターを流れた電気がレールを通じて変電所に戻るための電流です。これが地上に流れてしまうと通信障害を起こしたりしますというのはね、先ほど申し上げた通りです。そこで強制的に変電所に返すための起電線に誘導する必要があり、その装置が、ね、前日の吸い上げ変圧器でした。変圧器はおおむね4キロごとに設けられていまして、BT 方式では区間は完全に閉じた回路となるようにブースターセクションを設けてありました。その構造上アークが発生することも避けられず、新幹線などは終電容量が大きいため、アークによる架線の溶断が大きな問題となっていたそうです。しかし開発当初 AT 起電方式を日本で実用化するだけの技術力がなかったこともあり、BT 起電方式が採用されることになりまして、新幹線ではそのね、スパークの問題もあり、山陽新幹線では AT 起電方式が採用されました。
まあ、大学生でも鹿児島本線の八潮以内の、ね、以前などでは AT 駅伝方式が採用されています。まあ、この紫色のちょっと見にくいですけどね、が汽船電流で、下がデッドセクションと言われてますね。この、四角のところですね。まあ、それでこの管理機構は禁止されているということで、なってます。BT 起電方式とはという電力簡単な図解をちょっと書かせてもらっています。ここですね、まあ、電気的に熱源されるためにね、この区間では水上げ変圧器が作用するアークが発生しやすいということで、まあ、ちょっとこう、区画の、セクションですね。先言うと。それで、こう電圧が高いトロリー線と赤い線ですね。で、汽船電流の起電線、白い線なんですけれども、トランスで繋いでおくと、まあ、電圧の差、トロリー線は常に加圧されていますので、電圧が高く、ね、それに引っ張られて、レールの電流が起、ね、電線に吸い上げられる形になります。で、これで変圧器の区間が電気的に独立したね、回路を構成する構造となっています。ということでね。ちょっと分かったの分かりにくいような感じがするんですけども、まあ、簡単に言えば、赤い線の方にね、電気が流れている限りですね、白い、レールの方からですね、白い線の方は電気が基本流してませんので、ここで加圧されると、電流がですね、レールを流れている電流を無理やりですね、吸い上げて、上と下がちょっと均一になろうとする。そういうふうなね、働きがあります。それをうまく応用しているものですね。BT 方式では母船を引けない。このことについてね、お話をさせていただこうと思います。BT 方式っていうのは、ブースタートランス方式ということで、まあ、完全に閉じたネットワークを構成しているということで、そういう仕組みになっています。セクションごとに、セクションをセクションごとに電気的に切ってしまうということで、まあ、このためにですね、仮に赤い線のような母線ですね、車体を車体をつなぐ母線を引いてやると、ブースターセクションをショートカットする形になります。まあ、そのためにですね、逆に電車機器類に、まあ、高圧が加圧されることになる、まあ、故障の原因とも、ね、なると言われています。まあ、東海道新幹線は開業当時、BT セクション方式で設計されていましたので、まあ、ゼロ系新幹線では母線を引き通すことができずですね、ユニットごとに独立しとったんですね。で、16両編成で8個もパンタグラフが上がってね、走っているというね、そういう状況ではありました。BT 起電方式の欠点。BT 方式では、母線を引き通して電気的に1本の列車とすると、ブースターセクションをまたがる形となってしまうため、回帰電流が起電線に流れずに車両に流れることになり、過電流から故障の原因となります。東海道新幹線ではブースターセクションを3つに分割し、両端を抵抗を介して給電する対策を施したりしたそうですが、それでも架線の断線事故を防ぎきることはできず、しばし架線事故で長時間運休を余儀なくされるということがありました。まあ、国鉄では、その後、AT 起電方式と呼ばれる改良型の方式が導入され、まあ、鹿児島本線の八代以南からの実用化がされました。まあ、山陽新幹線では、これを受けて AT 起電方式で建設されることになり、なったわけですけれども、まあ、この AT 起電方式っていうのは、まあ、AT 起電線にですね、トロリー線の倍の電圧、まあ、新幹線では約5万ボルトを加圧して、それので、トロリー線の方ですね、が、ちょうど、便宜的に注意にくいように計算されたもので、まあ、自ページの図のようなね、形になります、ということで、ね、当てていただこうと思いますけれども。で、あと、ここでですね、ちょっと書いてないんですけども、東海道新幹線の方もですね、昭和59年から、東海道区間ですね、AT 起電方式に切り替えが始まってます。で、JR 東海になってから、平成3年までのね、約6年、5年ぐらいかな。6年間ほどをかけてですね、AT 起電方式に切り替えています。AT 起電方式っていうことで、まあ、AT 起電方式の概要をね、ちょっと簡単な図を書かせていただきました。本当にさらに簡単なんですけどね。AT 起電線って、要は電源を供給するところですけれども、まあ、こちらの方には5万ボルトのね、電圧を入れてやると。で、トロリー線には2万5000ボルトを流すんですけれども、で、その時にもちろんレールからのね、電圧を吸い上げないといけないんですけれども、それはちょうど、2万5000ボルトと5万ボルトの差は2万5000ボルト分ですね、
変圧器の方の電圧が低くなっているんで、この残り2万5000ボルト分の電圧を差額分をですね、吸い上げるっていう形に、ね、なるわけですね、レールの方から。まあ、それで、ストーリー線と、まあ、AT 起電線の方のバランスがね、取れるというふうな形になってます。ちょっとまあ概略説明でちょっとうまく説明できたいんですけどね。で、まあこの方法によるとです、よればですね、まあ、車両間を電気的につなぐっていうことは全く問題がないということで、まあ、今の新幹線なんて重力量編成で、パンタグラフ2個しか上がってませんけどね。これはまあ電気的にパンタグラフをつないでいるから、ね、ということなんですね。この AT 起電方式は機会がありましたらね、もう少し詳しくお話をさせていただこうと思います。交流電荷は本当に経済的だったのか。当初の目論みとしては、交流電荷はそれまでの従来の直流電荷方式と比べて、変電所の数を減らせることなどから、工事費が大幅に安くなるとし、亜幹線と呼ばれる地方線区であっても電荷のメリットが十分得られるとしていました。もっとも当初は機関車牽引であれば問題はなかったのですが、電車特急の成功などから国鉄では動力分散化が規定方針となりました。これで事情は一変します。交流、直流区間双方を走ることができる電車が必要となり、直流電車に交流機器を追加した電車を製造することとなり、結果的に高い買い物をすることになりました。国鉄時代はその後の全国移動を考慮して独立した電化区間となっていた北海道を除き、近郊型電車も硬直両用で開発され、それ以外の地域の交流専用電車は国鉄末期に713系が誕生したものの、その後の方針転換で少数派で終わってしまいました。最後までご覧いただきありがとうございました。次回は交流機関車の施策について取り上げる予定です。